はい、二人とも考えて。チクタク、チクタク、チクタク、チクタク。応援するよ。頑張れ、頑張れ、せいちゃん。あー、そう。スーパーテリー。なにこれ。タコやタコの。タコじゃありません。でもできたよ。ちょっと待って、待って。あー、鼻がずれた。鼻の位置を。いや、もうこれどうしようもないでしょ。せいちゃんです。今日は久しぶりにパンケーキアートをやりたいと思いまーす。でも今日はいつもと違います。いつもは皆さんにいただいたリクエストでもらったものを、そう、くじを引いて書くようにしてたんですけど、今回はパンケーキアートクイズをしたいと思います。今一番欲しいものは何って聞いたら、その答えをパンケーキアートにしてください。で、動画を見ている皆さんはそれが何かを当ててください。最後に答え合わせをするので、それまでは答えを言わないで絵を描いてくださいね。いいですか？じゃあ一番最初のお題、ママが考えておきましたよ。最近お気に入りのキャラクター。はい、二人とも考えて。チクタク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 。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ母ちゃんとママからいきますよ。みんな答えを当ててね。日本でこれ流行ってんのかな、わかんないんだよね。まず目を描きましたよ、かほちゃんが。じゃあ次は鼻。あー、ちょっと待った。あー、感じ。それ口じゃん。待つで、アドバイスして。ストップ。あー、これストップで、いい匂いがしますよ。これ更新できるか、ちょっと火が強いような気がするな。そうだね、やばい、ちょっと急がないと かなり固まってきて。固まってるね。あー、ダメだ。カブさん、どうですか？お化けじゃん。お化け言わないでください。あ、こっちを最初に線を描いて、それでさっき清塚くんの。こう、で、こうだよね。なんだよこれ。これね、ネズミじゃん。どうなんだろうね、流行ってんのかな。ネズミかい？ネズミじゃん。なんなのこれ。内装。あー、芋虫ね。ちょっと、芋虫って言ったよ、パパ。芋虫じゃない。芋虫じゃありません。かわいくない？多分これ。そしたらカホはどんどん、グレーで中を埋めていってください。お、もうカホとママ、型はできて中を埋めていくだけなので、次パパとセイどうぞ。パパとセイちゃんは何を作るのかな。何、どうしたの、何、どうしたの、この二人。なんか置いたぞ。じゃあ取らないようにするね。みんなに答え分かったらいけないから。ヒカキン絶対答えれるです。多分ヒカキン、ヒカキンさんだったら答えられるもの。ヒカキンさんが知ってるものってことだね。お、カホいい感じ。うわ、カホちゃんいい感じじゃない。で、かー、我がチームできました。ちょっと火強くしようか。お化けみたい。せいちゃんの方がお化けみたい。どういうことだ。せいちゃんがお化けなの。せいちゃんお化けなんですか。違う。じゃあ行くぞ。はーい。お化けみたい。せいちゃんが来たいらしい。ちょっとせい、ちょっと最初だから。おお、これは8かな。8ですか、せいさん。これ違うよ。わかった、マリオカート8だ。違うよ、カモちゃん何かわかってるんだよね。ちょっとチラッと言えたんだよね。一生懸命隠そうとしてる。隠してくれ。せいが隠しに来た。
それちゃんと隠してくれよ。これはでもね、わかると思うよ。最近せいちゃんのハマりにハマっているもの、それに結構流行ってるものだし。そうだね、すごいパパの顔がめちゃくちゃ気になってる。パパ、セイもやりたいってやらせてあげなよ。ちょっと待って、中をちゃんと塗ってもらえます。これさ、上入んなくない？これどうしようか、セイ上入んないけど。じゃあ顔だけ作ったの。これがヒントだよ、ぼーっとしてるカホちゃん。それヒントなの？はやはやはや、セイ髪の毛を塗って。はい、ちょっとセイ塗るのやって。はい、セイ。うわ、頭が入らないから、なんかただの宇宙人みたいになっちゃった。まだ全然や。火強くしてるよね。重くて。これ何？貝殻。あー、ちっちゃい方の貝殻。応援するよ、頑張れ頑張れせいちゃん、頑張れせいちゃん。あー、いいぞいいぞ、せいちゃん、ママいいぞ。終わりじゃん。ママがやってる、楽しい。できたー。ママが最後にやったね。はい、かほちゃんとママのが焼けたみたいなので取っていきますよ。はい、せーの。おー、あー、焼きすぎたー。あー、でもかわいいかわいい。久しぶりのパンケーキキャットでちょっとこっちが分からなかったかな。焼けすぎちゃいました。はい、せーと、パパのもできたみたいですよ。はい、せーの。うわー、うまい。実はうまい、うまい。1回目のお題は、今一番お気に入りのキャラクターでした。まずかほちゃんから見せてください。かほちゃん、それは何かな。せーちゃんの今一番お気に入りのキャラクターはこちらです。皆さん一緒に答え考えてください。はい、じゃあ第2回戦いきますよ。第2回戦は、今あなたが食べたいものを書いてください。書けますか？2人ともチクタクチクタク考えて。チーン、決まった。よし、じゃあ早速書いていきましょう。いざ、まずちょっと形をね。あー、うん。あっ。うん。微妙な。何これ。全然わかんない。みんなわかりますかこれ。ママにはさ、これわかりません。ついてる。あ、火がついてない。ガビーン。あいてない。そりゃにじむわ。何これ。あ、あー、そうわ。ただのミスでしょ。あとはさ、あ、分かった。なんか塗ってもらうか。分かった。下分かった。下何か分かった。せい、行け、このまま行け。なんか塗ってやれ。せい、どんどん塗って。おー、ワイルドにいってるな。ちょっと赤さ、後で使ったりするからさ、あの伸ばして使う感じ。どうしようかね。君も使うんでしょ、赤。はい。はい、じゃあママとカホもやっていきますよ。さあ、最初こそこから書くんだ。ん？なにこれ。あー、閉めたらよ、仕事。わかった。タコだ、タコの。何？分かったかもしれないね。地域によって形が違うんだよ。じゃあこれ塗りつぶしていい？タフではありません。タフではありません。イカだ、イカ。イカではありません。でもうできたよ。上からね、上から。じゃあ2つ目の、今食べたいものが焼けたので、じゃあパパと
生からいきよう。せーの、なんだそれは。え、出来上がり。うれー。どう？ショウ。これの答えは動画の最後にお答えしますね。これ何かな？はい、次ママとカホですよ。せーの。二人とも同じ失敗。おお。なるほど。なんだ？なんか焦げてるぞ。イカでしょ、ね、イカ。イカでしょこれ。お正月といえばのことだ ね、 ね、 何か当ててくださいね。最後クイズ3個目いきますよ。この動画の撮影が終わった後に一番最初に見たい YouTuber。 お、 YouTube。 あー、チクタクチクタクチクタク。はい、じゃあ書きましょう。ママたちが書くのはちょっとチャンネルのアイコンが到底難しくて書けないので、そのチャンネルさんが使っているキャラクターを書いていきたいと思います。結構難しい、これ縦だな。これ難しいんですか？結構難しいと思う。じゃあ書いていきます。ん？ん？なんだ？ん？あ、もうちょっと目が近い。これあれや、ドラえもんや。ドラえもんじゃないです。みんなわかるかな？わかんないし、ゲロッコ。なんかさ、難しいかも、結構。なんだよ、なんだよ。パパはパパ見たことないでしょ。あー、似てる、めちゃくちゃ似てるじゃん。ママ、絵心いいね。カホに褒められた。やっぱわかんない。これ見てる人しかわかんないだろうね。何それ？ほう、肉球は肉球。肉球、うん、どう？ダサかわいい。ダサかわいい感じ。はい、じゃあかおちゃん色塗っていきます。なるほど、そんな感じです。白からいこうかな。これに色塗る。白、うん、せい、せい、何かな。言葉で言っちゃいなよ。何そう、言葉で言っちゃいなよ。何そう。まずは目だ。目から、まず目から描くんですか？お、なんか今回は2人とも協力的だ。なんだこれは。なんかパパ手が震えてるよ。手がそこか、そこか。まあちょっとこれはわかるな。この時点でわかっちゃうよね。いや、まあ、あの方のキーアイテムですよね、これ。まっすぐできない。ママはさ、あのさ、缶にやらせたもん。パパやらせてくれないの？なんか笑うセールスマンみたいな。これちょっと口もう一回やろうか。ご自由にどうぞ。ああ、口がなくなった。ママが書いてあげようか。これ難しいね、ちょっとね。ママやって。ママ書いてあげようか。ちょっとママに任せようか、これね。いくよ、ママ書くよ。でもさ、パパみたいに取りたいもん。ちょっと口がやっぱ大きくなった。口取っていいよ、口だけよ。あ、メガネも取れちゃった。メガネ取って。聖様によってメガネも取られました。あ、うんうん、これくらいの方がいいよ。これくらいの分厚さが。うんうん、いいよいいよ。さっきより。手伝ってるよ。あ、手伝ってるの？そこか。手伝ってるのはそこか？はい。スーパーテクニックを使うんだ。うん、さっきよりいいよ、全然。でもわかるよ、わかる。できたー。おー、かほちゃんできたー。これ分かっちゃうね。ダメー。あんまり大きくしすぎるとあれだよ。ちょっと長細くないですか？これで焼けすぎやん。ちょっと外れてくるよ。ちょっと待って、もう勝負かけるしかない。え、長細くない？いや、かほちゃん。はい、じゃあせいちゃん塗ってってください。エクスチューリー。ちょっと、これ結構うまいと。間違いないと。いや、長細いでしょ。いや、そうね、なってる。いいよ、合ってるよ、せ、いって。いやー。あー。ほくろがいっぱいになりました。ほくろ4個。せ、ほくろ取るお願いしますね。その口の上のは取らなくていいよ。そこってあげる。そのまま上にダーってやつ。あ、鼻がずれた。鼻の位置を。いや、もうこれどうしようもないでしょ。ちょっと鼻の位置がずれた。でかいほくろもここにできた。なんでせいって書いてあるの？
あ、本当だ、せいって書いてある。はい、じゃあ焼けるのを待っていきましょうか。はい、じゃあカホとママのこの撮影が終わった後に見たいチャンネルさん、せーの。うおー、ちょっとほくろがあるけど、わかりますか皆さん。わかんない。あのチャンネルのあの人形さんですよ。パパとせーの焼けたかな。なんか火が止まってたけど大丈夫。いっちゃいますか。いっちゃう、いっちゃう。 OK。 じゃあこれ最高傑作の予感をします。最高傑作の予感、本気で。じゃあ最高傑作です。ほら鼻の位置が違うかな。それはせーがずらす。あー、でも見えるか。はい、というわけでパンケーキアートクイズをしましたよ。さあ今から答え合わせをしていきたいと思いますよ。一つ目は今お気に入りのキャラクターです。せいちゃん、これ何だと思いますか。名前知ってるかな。分かる。これね、アメリカですごい流行ったキャラクターで、そう、かほちゃん、サンタさんからこれもらったんだよね。あ、これこの子です。プシーンザキャットって言います。プシーンちゃんね。マーメイドのプシーンザキャットが欲しい欲しいって言ってて、マーメイドのプシーンザキャットを描きました。これかほちゃんが最近欲しくてお絵かき帳に描いたプシーンザキャットの。せいちゃんは髪の毛がちょっと入らなくて残念だったけど、じゃあかほちゃんどうぞ。スプラトゥーンのボーイ。ちょっとね、上のところのちょんまげみたいな髪の毛が描けなかったんだけど、これもせいちゃんがサンタさんからもらったアミーボですね。スプラトゥーンボーイのアミーボ。もうとにかく今せいちゃんスプラトゥーンにハマってます。そして次は今食べたいものですね。さあ皆さん、これ答え何かわかりますか。でもそれ食べてもパンケーキだよ、味は。母ちゃんのこれわかる人。お正月に食べるあれですね。せいちゃん、これ何かわかる。かほちゃんの、わかる。じゃあせいちゃん答え言ってください。せーの、せーかい。ピンポンピンポン。そしてせいちゃんのやつはもうかほちゃん答え聞いちゃったんだよね。みんなこれわかったかな。せいちゃんのやつは、かほちゃん、じゃあ答えをどうぞ。生肉。ステーキって言ってください。正解。ピンポンピンポン。かほちゃん正解です。そして最後にこの動画の撮影が終わった後に見る YouTube チャンネルです。まずかほちゃんのからいきますよ。かほちゃんのやつ、これせいちゃんこのチャンネル見たことないんだよね。見たことない。そう、結構女の子が好きな多分チャンネルなんだよね。じゃあかほちゃん、みんなに答えを教えてくれる。みんなこちゃん。ちょっとパパくしゃみ。エムズチャンネルさんに出てくるミーネコちゃんですね。結構上手に描けたんじゃないかなと思います。そしてせいちゃんのは、トロン、もうこれ分かっちゃうね。かほちゃん分かりますか。ヒカキンゲームズ。ヒカキンゲームズでしょ。こういう感じ。ヒカキンゲームズ。やったよ。ヒカキンゲームズ。というわけでパンケーキアートクイズをやりました。どうでしたか。楽しかったね。今日はヒカキン筑前なの。そう、皆さんはどれが一番上手だったと思いますか。ぜひコメント欄にコメント残してください。そして次のクイズのお題をもしよかったらコメント欄に残してくれると嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンを押してくれると嬉しいです。ママの肩が痛くって、もう本当にアップが不定期なので、ぜひぜひ通知ボタンオンにしてください。というわけでみんなにお別れするよ。バイバイ。また見てね。にゃんにゃん。チカチンジェース。ララ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 ラ。誰だこの二人は。手離したらダメよ。あー、パパまた飛んでった。うわ、したお店にお年玉を使いに行きます。レッツゴー。ラスティスに来ましたよ。